はい、それでは今から、スイング練習を行います。助走の歩数は6歩で行います。はい、やってください。ここでのポイントは、先ほどと同じく踏み切りは少し遠めの踏み切って、そして、強く一瞬ここで強く踏み切ります。強く、はい、グッと入って、2段モーションですね。1回グッと強く入って一段目遅らしてスイングに入っていくというのがポイントです。はい、次の選手。すごい流れましたけど、いい方です。うまく踏み切っていますが、体はもう少しひっくり返る方がいいです。ひっくり返るためには意識として、膝をグリップのところに持っていくようにすればいいと思います。はい、非常にいいです。一回強く踏み切って、それからスイングができています。少しスタンスが広いですね。しかし、うまくひっくり返っています。足が少し開いているのが気になります。それでは上肢の前進にもやってもらいます。はい、上肢の選手はどうしても男子の選手に比べて、上体の力が弱いので、なかなか今のような姿勢は取れないんですけど、今のはいい方です。踏み切りも非常にいいところで踏み切って、うまくスイングして、倒立まで持っていっています。上肢の選手としては非常にいい形ができています。ぜひ、上肢の選手は参考にしてください。